皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、9月29日、21時28分、この間、ワールドビジネスサテライトに石破さんが出演されているときに、テレビに向かって言う方法で、ちょっといろいろ、お伝えしたりだとか、そういうふうなことが、でも言いたいことを言わせていただきました。その辺のところがうまく伝わってるのかどうかよくわかりませんが、とりあえず新総裁、おめでとうございますという部分と、あとはテレビ出演してる時にいろいろ言わせていただいて、申し訳ないという部分と、ありませんという部分と、あとは明日の朝ぐらいに上げる動画で、その河川の底から水がだいぶ抜けてるっていうところを、ある程度、ピックアップして、自分が河川の撮影行ったところの箇所をですね、その辺のところから、あとは兵庫県が出してるデータで、2023年の、地震が発生してる箇所をですね、大体河川の近くで発生しています。それは兵庫県だけじゃなくて、隣の、大阪府だとか和歌山県の一部も入ってるんですが、大きな河川の近くです。で、そういった十何分ほどの、動画なんですけども、できれば、皆さん見ていただいて、河川の底の整備、に動いていただけたらなと思います。一応ワールドビジネスサテライトの方で言ってたのは、経済側に、でテレビに出てしまうと、その一般人がどうとでも受け止めてしまうような内容として、その投資だとか、その設備投資だとか云々だとか、そういうふうな話にどうしてもなってしまうっていうところを、この間私が言ってまして、そうじゃなくて、台風とか地震の発生する回数などを抑えて、大きな災害を抑えて、大きな被害が出ないようにした方が、エネルギーの残存の問題的にも、人的にも良いと、昔から自民党の皆さんもその答えだったとは思うんですよ。で、先ほどニュースウォッチ9を見ていて、すごく印象的だったのが、岸田さんが、最後に石破さんにバトンタッチするときに、新しい新総理の下で、一度結束してと、いうところで、自然と僕の頭の中よぎったのがエネルギーの残存問題っていうワードなんですよ。それは多分岸田さんに届いてると思います。それが多分届いて、岸田さん涙声になっていました。で、ただもうこれに関しても、その部分に関してもある程度怒ってる言葉が、すごく短いのと、コンピューターが頭の中よぎらせて、それを反芻させてるような可能性も、これはあるなっていうところが、私の見解です。で、一般社会でも、そのコンピューターので、電波によってエシロンというシステムの人間が今まで喋ってきた内容だとか、その映像とかを蓄積してるシステムによって、例えば昔、誰かと会った時の、その一番最初のワードなどを、コンピューターの方が思い出させたりだとか、頭の中よぎるようにしていたりだとか、要するに画面を見ていて電波で、頭の中をよぎるような形になっていると。そういうふうな部分が、見受けられますので、僕の本音でもありますけども、エネルギーの残存問題は。だけども日本社会もだいぶ影響を受けてるなと思います。そのスポーツの勝ち負けだけではなくて。岸田さんが総理を降りた後、どうなんでしょう。会いに来たりとか、会いに来れませんかっていうことを、いろいろ話したいっていうことを岸田さんにお伝えしていましたけども、動画で勝手に公開して言ってるだけなんですけども、それ、声かけるの失敗したりしたら、どうなるんでしょうか。安倍さんみたいに死んだことになったりするんでしょうか。その辺のところ、安倍さんと岸田さんは立場は違うんでしょうけど、
今まで、まあ、河合兄さんも僕の自宅を訪ねてきた時に、結局、まあ、仕事の話行きましたっていうことで、まあ、その時僕は、まあ、こちら結婚話っていうことになってますけども、のところで引き返して返さ、帰ったと。で、その後、ああいうふうに、公職選挙法違反とかいろいろ調べられて、ああいうふうな形になりましたと。まあ、河合圭介を軸にして、で、合う合わないのところで、最後それをしくじったら、もう後がなくなるような仕組みになってるんじゃないかなと思うんですよ。で、まあ、その辺のところが河川水門回式玉発電や河川の底の整備だとか、まあ、向こう側に関しては僕の方で1年ぐらい前に、1年以上前ですかね、県庁の、まあ、河川関係のところの窓口ですかね。まあ、そちらの方に電話して、最初は、まあ、ちょっともう伝言メモとかが再生ができなくてですね、随分以前のものは次々次々消えていく仕組みになってますので、結局、どなたと話をして、で、河川の底などの、整備が始まったかっていうところ、一応まあ向こう側の下流の方では始まってはいます。だけどもこれは日本全国で行わなければならないことであって、まあ人口はずっと少子化してるわけじゃないですか。で、余計に、ビルをずっと作りすぎていたと。で、まあ、だから建築業界たちの仕事がチェンジするっていう部分で考えてもらったら、余計な工事をしてる暇があったら、まあそういうふうな工事にまあ切り替えてもらったらいいっていう話であって、まあ、今日ニュース落ちないんで、まあ、他の議員さんもそうですし、石破さん自体がこう車の中で話しされてる内容、まあ、その政治と金の部分で、まあ、僕の方での、受け止め方としては、まあ、建築業界だとかに、仕事を回して、まあ、他にもそうだと思うんですけども、まあ、票が、まず一般人からの票のところで、影響が出てくるっていう部分のことだと、まあ僕は、まあ、受け止めています。で、まあその辺のところで、まあ防災しながらそれが仕事になる、お金になるっていうことになるんだったらっていうことで、まあ、自民党の皆さんも他の党の皆さんもその辺のところは動きやすいんじゃないかなと思います。だから、まあする仕事の内容をチェンジするっていう形で、まあ IR 複合施設等に関しても、あとは、まあ、本当の人口を誰が発表するかっていうところですよね。それしなかったら、昔は作っては倒産、これが永久的に繰り返されますから、そこも歯止めかけなかったら、ただただ無駄が増えるだけですから、まあ、その辺のところとかも対応していただけたらなとも思いますし、あとは、さっき言いましたっけ、この間ワールドビジネスサテライトを見終わった後、石破さんからの、電波の声が、聞こえてきていて、まあ、それが、裁判所とかの機能なのかどうかわからないですけども、年齢差についてで、昔、石破さんと僕は受け答えをしていた可能性があるんじゃないかなと。22歳差ですって言った時に、それだったら会えるっていう若い頃の石破さんの声です。だから、石破さんも昔フルーツラバークに来た方なのか、あとはまあ他の僕の勤務地だとか、まあそういうことになるんじゃないかなと思います。まああとは、岸田さん、いや、どうなんでしょう。麻生太郎さんに関しては、新湊川に関しての工事のことは知ってると思うんですよ。その後、二段ダムにして、石井ダムっていうのを作っていて、それを自分で、麻生太郎さんは昔見に行ってるんですよ。2005年ぐらいの頃です。阪神淡路大震災が1995年で、湊川の河川の底が、
コンクリートが割れていて、僕は子供の頃、小学生の頃ですから、1980年代ぐらいからですけども、そこは水が抜けっぱなしになっていると。で、まあ、それらが結局日本中の河川で起きていると。で、まあ、もともとはコンクリート化してるんですけども、ある程度の時間の経過とともに、そういうふうに割れてるところは他の河川でも見受けられます。で、もともとコンクリート化してないところも、ところどころで、見受けられます。だからまあ、そういった地点とかを、再整備するような形になると思います。まあ、以前から言ってる内容でもしかしたら耳に入ってるかもしれませんけども、まあ、その辺のところ、結局、まあ、去年僕の方から県庁の方へと電話をかけなかったら、河川の底の整備が結局始まってなかったんですよ。だから、これは麻生太郎さんはその現場を見に行ったぐらいですから、麻生太郎さんの方はよく覚えてるとは思うんですけど、まあ、ご年齢がご年齢ですから、その、どれぐらい以前のことを覚えてらっしゃるかなというところで、その辺のところの文言の継承っていうのを、まあ、小泉進次郎氏などに、していただきたいなと、僕と同じぐらいの年齢の人たちですね。まあ、まあ、今回は、こういうふうなメッセージです。まあ、あの時、まあ、頑張ってワールドビジネスサテライトに、の番組に出演してる時に柴さんに向かって、まあ、頑張って言ってよかったなって後から思いました。22歳差なら、それなら会えるっていう、柴さんの声が聞こえてましたので、多分若い頃だと思います。テレビに向かっての受け答えかもしれませんし、まあ、その辺のところはだいぶやっぱり謎ですね。だいぶ未来の時間軸から、そもそもで言うと、第二次世界大戦が終わったぐらいの頃の、そのマッカーサー元帥が、タラップを降りてきてる時に、車に乗り込む瞬間の時に、未来の日本人、ハワイ・ケースケというものです。先制攻撃を仕掛けた日本が悪いと思っていますっていうことを述べたら OK って、マッカーサー元帥は返答されていて、だからまあ、すごく昔から、その、未来の時間軸から声が聞こえてくるっていうことは、その当時から、まあ、アメリカ政府上層部も、まあ、日本の政府上層部の方はどうかわからないですけども、まあ、そういうことは、慣れてるんだなっていう印象は、マッカーサー元帥からは、見受けられました。まあ、もともとコンピューター系の時はアメリカがたくさん持ってますし、先にまあ、そういうふうなことを理解したのかもしれませんし、まあ、今回の動画は、まあ、そういった、継承の部分と、あとは、まあ、明日は朝上げる動画、まあ、できるだけ、まあ、皆さん、まあ、十何分ほどで、特に、部分で、こう、ピックアップして映ってるところを、さらに、厳選してもらったら簡単に見えると思いますんで、皆さんで、まあ、拝見していただいて、ただ、僕は、兵庫県の県庁に電話をかけなかったら、向こう側っていう大きな河川、まあ、兵庫県で言うと、向こう側と、加古川と、あとは市川、伊保川あたりが大きな河川ということになってくるんですけど、阪神・淡路大震災で言うと、新湊川程度でも発生してるというのが僕の見解なんですよ。で、河川の底をしっかりと整備し終わってから、神戸市内が震源地で地震ってまず発生しないんですよ。発生しても1、2ぐらいです。その発生する地点のその丸の数とか見てもらったら分かると思うんですけど、それはまあ政府が出してるデータなんですが、まあその辺のところは皆さんと情報共有していただいて、まあ他の党の方も、特にどちらかというと地方議員の方たち、いや知事市長ということになってくるんだと思います。一応まあ僕からの電話の方で、まあまあ、河川課の方たちが動いていただいて、まあ、電話出ていただいたのが、まあ、課長以上の方だったとは思うんですけども、まあ、けど、その辺のところも、
河川の底工事終わった段階で見に行かなかったら、どこまでこちらが電話で言ったことを理解して現場で工事されている人たちが工事しているのかっていうところまでは、まあ、確認っていうものは、まあ、できませんので、まあ、これもなかなか費用はかかるもので、まあ、できるだけ各都道府県各知事の参加というような形で河川の底の整備していただけたらなと思います。で、まあ、これは今後のことを考えると今までのニュースの放送の仕方と見ると、多分その自民党の皆さんの議席の数は多分だいぶ減ると思います。で、立憲民主党の皆さんや、日本維新の会の皆さんなど他の党の人たちの議席の数が多分増えると思います。で、まあ、結局そのもうエネルギーのザザル問題だけに的絞ってできるだけ多くの党で、みんなで、協調、その選挙終わった後ですよ、選挙終わった後は協調路線というような形で動くしかないんじゃないかなと思います。まあ、選挙の時を考えた時に、どういうふうに擁立するのかだとか、どこから誰が出るのだとか、議席の数だとか、まあそれはどこからどこまでっていうことを考えたら、それは維新の日本維新の会の皆さんや立憲民主党の皆さんとはそこは話は折り合いつかないんじゃないかなと思いますし、今までのテレビの放送の仕方を見て有権者の人たちがどういうふうに投票をするのかということで、まあ対抗するような形で、多分立候補されると思いますね。まあ元々のその国会の仕組みといいますか、その最後は有権者の皆さんに、決めていただくっていう形です。まあ、まあその辺のところはどういうふうな形になるのか次の選挙見てみなかったら正直わからないです。まあ多分議席の数はだいぶ変わるんじゃないかなとは思います。無党派層と言われる人たちが、まあ、どれぐらい投票に行くのか、テレビのニュースを見てどう思うのかというところですね。まあだいぶ前でしたから、今日のニュースウォッチ9でも長崎県の地方議会の人たちが映ってましたが、だけどもIR 復興施設長崎ヴァンフォーレに関するスタジアムだとか、まあその辺のところの件があって多分そこを長崎県の人たちにマスコミの人たちは取材しに行ってるんだと思うんですが、まあその人たちに僕は心の声で送ってるのはもうこれは汚い意見として言わせていただきますけども、僕のような年齢の人たちが頑張って、動くしかないと、まあ高齢者になってしまうと、まあ、例えば総理だとするとそれだけたくさん、いろいろと対応しなきゃならないことがあって、あれもこれもで手一杯になると。で、そうなるとやっぱりもう若い人たちに任せますみたいな形で、物事が進んでしまうので、だからまあ自分たちでどうにかするしかないと、そのエネルギーの残存問題について、まあそういうふうな心の声を送ってるんですが、まあそこらもどこからどこまで届いてるのかっていうところですね。まあ直接意見を聞いてみなかったら何とも言えないところです。以上です。だいぶ話長くなりましたが、最後までご視聴ありがとうございました。まあ、次の選挙はあるとは思いますが、まあ各党皆さん、まああまりその体無理のないように、頑張っていただけたらなと思います。あとはエネルギーの残存量問題で、その方向で全員一致で、動いていただけたらなと思います。以上です。